少林拳とは、中国河南省東方市の祖世にある、禅宗の祖径である、須瀬少林寺とその近郊で、文化大革命後に再興され、修練されている現代中国武術及び、その現代中国武術門派の総称である。その創始者は、伝説及び近年の文献によると、禅宗の海祖のダルマ大使とされているが、学術的な根拠に乏しい。ただし、 秋代の須瀬少林寺で武術が練習されていたことは、ほどそういうの少林根宝編集などいくつかの資料に記録されている。この須瀬少林寺とは別に、かつて中国南部の福建省には南少林寺が存在したとされ、南少林寺を起源とする武術は南波少林拳と呼ばれている。しかし、武術史研究家の藤剛義の研究などにより、南少林寺は、 伝説上の存在であったとする意見が有力で、あるなどでルフされたとする。少林圏自体の最困難期は、義和団の乱後の武術禁止時期と、中華民国民主化期、そして文化大革命期にあたる。古典的な伝統武術は時代遅れとみなされていた時期でもあった。近年になって、南少林寺に関しての古文書が、須瀬少林寺から発見され、それをもとに、 福建省の旧連山で発掘調査を行うと、秋代の大規模な寺院の遺跡が見つかるなど、定説が覆されつつあると報じられているが、その真実の解明については、今後の研究が待たれる。日本では、少林圏と少林寺憲法が混同されるが、無関係である。少林寺憲法は、騎和圏、梅華圏、白蓮圏等を継承して今日までに至っていると、される。 ありがとうございます。